はい、半間家の本家の半間岩先生です。私がね、医者の仕事ですね、を国立病院に雇われてですね、仕事、また医療関係の、超音波診断装置のですね、最新のやつをですね、害にならない検査機ということでね、私はもう二十歳代の時に、開発を しておりましたけどね、全般的にはもうCT スキャナーのようなね、設計とかですね、全て一番難しい医療関係のね装置の研究はしておりますね。で、前に話したように地球と太陽が生まれる前に私は SFA が出てくるスターゲートで出てくる石棺という生き返る装置を発明しております。宇宙戦争で殺され、機械も壊されて戻れなくなり、生き返られなくなって地球と太陽を育てて、現在、人間から生まれてるわけですね。そういう関係で記憶が蘇るわけですね。で、人間以上の発明をしておりますから、昔にね記憶を戻して、仕事をしてきてるわけです。で、それが本物の貴族でね、半間家の本家でもありますけども、本物の貴族ということでね、お話しております。で、人間の医学博士、名誉博士、名医よりか私の方が詳しいんで、人間のより詳しいわけですね。で、若い時は勉強ですけども、少しずつ成長してきてるわけです。全部が全部人間よりか詳しいってわけじゃないですからね。で、がんの治療に対してはね、私がアメリカに教えたで、今やっと一部から広がってきてるんですけれども、がんの治療方法は抗がん剤は逆に殺すようなことがほとんどだということでね、私が教えている、内科的なね、まず放射線はまた害になりましたね。レーザーみたいなもんなんですよ。打ったとこは全部ね当たってね焼くんですけどもね、うまく周り集中して、周りをうまく動かして細胞を破壊しないようにっていうことでね、単なるレーザーですよ、ね、と同じですよ。だから打つとこ全部一線全部殺しちゃうんですから、細胞をね。だから放射線医療は良くないんです、ね、放射線医療は良くないんですね。これはよく医者勧めてるけどね、逆に他の臓器まで全部破壊されていくんですね。でね、どうしたらいいかというと、アメリカに私が教えたんです、ね、それで最近言うようになったわけですけども、そんな昔じゃないです、1年ぐらい前に私が頭でね、テレパシーで伝えただけですね。でね、簡単に言えば、毒ダミ草をきれいに洗って中3にかけて飲むということ、それは非常にいいと。一般に売ってる冷凍のやつはさつまいもの葉っぱでしょね。ないよりがいいけど、冷凍食品で3本入りで意外と安く300円ぐらいで売ってるんでね、スーパーでね、これは通常はいいですよね。で、手に入りにくいから、毒ダミ草の生のやつはね、取ってすぐ10分以内にね、洗剤ない、重曹にかけてきれいに洗って飲まないと、ミネラルウォーターに割って飲まないといけないんでね、そんなもん手に入りませんから、10分以内ですからね、元気がいい時ですから一瞬なんですよ。そういうのを飲むと少しは効くわけですね。大きいのは治らないですけど、がんはね、予防にもなるわけですね。だからそういう治療方法になるんですね、一番ね。そういうことを
が意味することですね。で、他の方にもそういうような医者の免許持ってる、私の場合はちょっと人間と違うんで人間の免許持ってませんから注意してください。で、私の方は医療装置の方の博士だということですね。論文書いてませんけどね、発表とか記述ではそれ以上のものを書いてるんでね、パソコンの発明者でも一番でねやってますから。で、人間の論文は八百長であってね、全く、人間たちの都合になるんで、私は入れないんですけども、あと時も上発あるんで出しても、何でも、上行くんで通してくれませんから、ね、全部無効にされてます。無数に発明してきましたけどね、役所がもうあるというようなことをはじめ嘘ついたりしてね、全部他の人にばらして特許取らせてるという現状なんでね。で、そういうのに力ずくで抑えることをしないで、まず教えておくということでね、全部不正だよということでね、政府のほうがね。で、国家試験もそうなんだけどね、全部教えてね、抑えて取ってもしょうがないわけですね。分かんないから、なぜこんなに詳しいのに何も持ってないのかって、人間の博士号とか全部持ってないのかっていうことですね。で、分かりますからね、詳しいんでね。ただ大学の先生の資格は取ってますね。だから名誉博士まで審判することはできますけどね、自分はもらないといけませんからね。人に名誉博士号はあげられるけど、大学の先生の資格も取ってますからね。私は高校までに和光大学文学部を卒業して、神奈川工科大の電気科を卒業してますね。